リラキシンカーデのチェックをご紹介していきたいと思います。ソリッドっていうですね、チェックで柄ではないですね、単色のものもあるんですけれども、それはまた、別の動画でご紹介しております。で、一応ですね、ちょっと差が分かりやすくするために、カーディガン以外のコーディネートすべて、同じにしているので、動画2つ見比べながらですね、雰囲気の違いなんかもですね、確認していただければなと思います。で、僕こちら 169cm63kg でサイズ2番を着用してます。まあ、本当にこのチェック柄が非常に爽やかで春夏っぽく印象的かなと思います。で、素材に関してソリッドの方とはちょっと異なるんですけれども、まあ、よりなんかつるっとさらっとしてるって感じですかね。で、ちょっとシワにもなりづらくて、肌当たりもすごく爽快感があるので、ソリッドの方と同様ですね、真夏とかにですね、 T シャツの上からさらっと羽織ってもそんなにこう不快感ないですし、まあ、冷房よけだったりとか、まあ、意外とこう肌寒いって思うシチュエーションが多かったりするので、夏場にちょっと軽い羽織物って欲しかったりするんですけども、そういう時にはすごく、ぴったりなアイテムかなと思います。で、やっぱりこのカーディガンのチェックっていうのは、個人的にもちょっとこう柄物のカーディガン欲しいなっていう話は企画段階からしてたんですけれども、まあ前閉じでこう着てもいいですし、この上からね、なんか羽織を羽織ってもよかったりするので、まあレイヤードの際にもちょっと使えたりとかして、非常にですね、コーディネート面白いアイテムなんじゃないかなと思います。で、チェックのですね、このカラーの色味っていうのもやっぱり今回すごいカーリーらしいかなと思います。ちょっとこうまろやかな感じ、爽やかさとまろやかさが、同居したような、仕上がりになっております。今シーズンはですね、他の動画でも言ってるんですけれども、まあ、柄のアイテムっていうのがちょこちょこいくつかあったりとかするので、まあ、それも特徴なので、特にまあカーディガンとかだと結構ですね、取り入れやすいのかなと思いますので、普段ですね、柄物をあまり着ないという方にもですね、こちらの方をですね、お勧めしたいなと思います。